トベの謝罪声明に対するファンの厳しい意見とは、原因と対策を考察。ナンバーアンダーライン愛後配信事件の影響とトベの対応策、ファンの信頼を取り戻す方法。トベが謝罪を発表した楽曲後配信事件に関して、多くのファンから厳しい意見が寄せられている。7月28日、ナンバーアンダーライン愛の新曲が一部の音楽配信サービスで公開前に誤って配信され、 その事実を受けて所属事務所である戸部が謝罪の声明を発表した。この誤配信はシステムエラーによるものであり、一時的に公開されていたが、すでに停止されていると説明された。戸部は再発防止とセキュリティ体制の強化を約束したが、ファンの不満は収まらない。特に、配信サービス側ではなく、戸部が謝罪を行ったことに対して疑問の声が上がっている。SNS では、 配信システム元が謝罪しないのかいや、配信サービス側のミスだと思っていたが、戸部が謝罪したことに驚いたという意見が見受けられる。また、ファンの中にはナンバーアンダーライン愛を愛しているが、戸辺への信頼はないという声もある。こうした声は、戸辺の内部問題やマネジメント体制の不足を浮き彫りにしている。戸部の内部問題として、広報担当者の退社も大きな話題となっている。 設立から間もない戸部はスタッフの人数が足りておらず、数々のトラブルが発生する可能性がある。今回の楽曲を配信もその一例であり、ファンは旧ジャニーズ事務所のような高いクオリティを期待しているため、厳しい意見が寄せられている。また、戸部の広報担当者 A 氏が旧ジャニーズ系列会社への転職も波紋を広げている。A 氏は滝沢秀明社長の右腕として働いていたが、 スピード感についていけず退社したとされる。その後、A 氏はメントレコーディングに転職し、SnowMan の担当となった。このような遺跡は業界内で禁断とされ、トベへの不信感を増大させている。今回の誤配信事件は、戸ベが直面する課題を浮き彫りにした。設立から間もないトベは、スタッフの数やマネジメント体制が十分ではなく、ファンの期待に応えるためには内部体制の強化が必要である。 今後も同様のトラブルが発生する可能性があるため、トベは迅速かつ効果的な対応が求められている。このような状況下で、トベの未来はどうなるのか。滝沢秀明社長のリーダーシップが試される時期であり、ファンの信頼を取り戻すためには、透明性のある対応と高いクオリティの提供が不可欠である。トベがどのようにしてこれらの課題を克服し、アーティストの活躍を支えるかに注目が集まる。 ナンバーアンダーラインアイや i m p のファンは、彼らの成長とともにトベの進化を期待しているが、その期待に応えるためには、内部体制の強化とトラブルへの迅速な対応が求められる。トベがファンの期待に依頼、信頼を取り戻すためには、どのような戦略を取るのかが鍵となる。トベがファンの期待に応えるためには、まずスタッフの増員と教育が急務である。現在、 ナンバーアンダーラインアイや IMP のマネージャーが兼務している状況では、アーティスト一人一人に対するサポートが不十分となり、トラブルの原因となるリスクが高い。特に、IMP の椿大河さんが映画の撮影現場に一人で赴くことがあったという話は、その深刻さを物語っている。戸ベは求人活動を強化し、経験豊富なスタッフを採用することで、マネジメント体制の強化を図る必要がある。また、 トベの内部コミュニケーションの改善も重要である。A 氏の退社理由が滝沢社長のスピード感についていけなかったことだとされるが、これは内部での意思疎通が十分でなかった可能性を示している。迅速な意思決定と革新的なアイデアは重要だが、それがスタッフ全員に共有され、理解されることが求められる。内部コミュニケーションの強化により、スタッフが一丸となって問題に対処できる体制を整えることが必要である。 さらに、戸部はファンとのコミュニケーションを強化することも重要だ。今回の楽曲を配信事件で見られたように、ファンは戸部の対応に対して不信感を抱いている。ファンの声に耳を傾け、透明性のある情報提供を行うことで、信頼関係を築くことが求められる。例えば、今回のご配信事件に関する詳細な原因究明と、それに対する具体的な対策を公表することで、 ファンの不安を和らげることができるだろう。また、トベはアーティストの育成にも力を入れるべきである。ナンバーアンダーラインアイや IMP の人気は非常に高いが、それに甘んじることなく、彼らがさらなる高みを目指せるようなサポートが必要である。例えば、新しい挑戦やスキルアップの機会を提供し、アーティストが自己成長を続けられる環境を整えることが重要だ。また、ファンファーストの精神を貫き、 彼らにとって最高のパフォーマンスを提供することが求められる。これには、コンサートのクオリティを高めるための投資や、ファンとのインタラクティブなイベントの開催などが含まれる。飛べが今後直面するであろう課題は多岐にわたるが、その全てに対して誠実かつ迅速に対応することが求められる。今回の誤配信事件を教訓とし、内部体制の強化、スタッフの増員と教育、コミュニケーションの改善、 そしてファンととのの信頼関係の構築に努めることで、トベはさらなる成長を遂げることができるだろう。そしてナンバーアンダーラインアイや IMP といったアーティストたちが輝きを放ち続けるためにトベは全力を尽くすことが期待される。トベの今後の展開には多くのファンが注目している。滝沢秀明社長のリーダーシップのもとトベがどのようにしてファンの信頼を取り戻しさらに成長していくのか。 これからのトベの動きに期待を寄せるとともに、彼らが直面する課題に対してどのような対応を見せるのかが、ファンにとっても興味深いポイントとなるだろう。このような困難な状況でも、トベは未来に向けて前進し続ける必要がある。内部の体制を整え、ファンの期待に応えることができれば、トベはさらに大きな成功を収めることができるだろう。ファンの声に真摯に向き合い、彼らの期待に応えることで、 トベは信頼を取り戻し、さらなる成長を遂げることができる。No. アンダーライン I や IMP をはじめとするアーティストたちの未来を支えるために、トベはこれからも挑戦を続けていくだろう。トベの挑戦は、始まったばかりである。設立から間もない彼らが直面する課題は多いが、その一つ一つを乗り越えることで、トベは新たなステージへと進んでいくことができる。ファンと共に歩み続けるトベの未来に、 期待と希望を寄せて。トベが成長し続けるためには、ファンとの絆を深めるための具体的な施策も必要である。例えば、ファンミーティングやオンラインイベントを定期的に開催することで、ファンとの直接の交流を増やすことができる。また、SNS を活用してアーティストの日常や制作過程を共有することで、ファンに対する透明性を高め、親近感を持たせることができる。これにより、 ファンは飛べの活動に対する理解を深め、信頼を築くことができるだろう。さらに、飛べのアーティストたちが挑戦する新しいプロジェクトやコラボレーションも、ファンにとって大きな魅力となる。例えば、ナンバーアンダーライン愛が他のアーティストやクリエイターとコラボレーションすることで、新たな音楽の可能性を広げることができる。また、IMP が映画やドラマに出演することで、 ファンは彼らの多彩な一面を楽しむことができる。こうした新しい挑戦は、ファンの興味を引き続け、戸部の魅力をさらに高めることができるだろう。また、戸部のアーティストたちが社会貢献活動に積極的に参加することも、ファンとの絆を深めるための重要な要素である。例えば、チャリティーイベントやボランティア活動を通じて、社会に貢献する姿勢を示すことで、ファンは彼らをより一層応援したくなるだろう。 こうした活動は、アーティスト自身の成長にもつながり、ファンとの絆を深める一助となる。トベが直面する課題は、内部体制の強化やファンとの信頼関係の構築だけではない。業界全体の変化にも対応する必要がある。デジタル化の進展に伴い、音楽やエンターテイメントの消費形態も変わりつつある。この変化に対応するために、トベは新しい技術やプラットフォームを積極的に活用し、 アーティストの魅力を最大限に引き出す方法を模索することが求められる。例えば、ライブストリーミングや VR 技術を用いた新しいエンターテインメント体験を提供することで、ファンに新しい感動を与えることができるだろう。また、トベはグローバル展開にも力を入れるべきである。ナンバーアンダーラインアイや IMP の才能は国内だけでなく、海外でも通用するものである。国際的なファンベースを拡大するためには、 海外ツアーや国際的なコラボレーションを積極的に行うことが重要である。これにより、トベは日本国内だけでなく、世界中のファンに向けてその魅力を発信することができるだろう。トベの未来は、その挑戦と成長にかかっている。設立から間もない彼らが直面する課題は多岐にわたるが、その一つ一つを乗り越えることで、トベは新たなステージへと進んでいくことができる。ファンと共に歩み続けるトベの未来に、 期待と希望を寄せて。トベがファンの期待に依頼、信頼を取り戻すためには、透明性のある対応と高いクオリティの提供が不可欠である。今回の楽曲を配信事件を教訓とし、内部体制の強化、スタッフの増員と教育、コミュニケーションの改善、そしてファンとの信頼関係の構築に努めることで、トベはさらなる成長を遂げることができるだろう。そして、ナンバーアンダーラインアイや IMP、 といったアーティストたちが輝きを放ち続けるために、戸部は全力を尽くすことが期待される。これからの戸部の動きに注目が集まる。滝沢秀明社長のリーダーシップのもと、戸部がどのようにしてファンの信頼を取り戻し、さらに成長していくのか。その一つ一つの行動が、戸部の未来を形作っていくのである。ファンとの絆を深め、新しい挑戦を続けることで、 トベはさらなる高みへと進んでいくことができるだろう。そして、その先に待つ未来には、さらなる成功と輝きがあるに違いない。トベの未来に期待し、彼らの挑戦を見守り続けるファンとともに、新たな時代を切り開いていく。その過程で、トベは多くの困難に直面するだろうが、そのすべてを乗り越えることで、真の成功を手にすることができる。ファンとともに歩み続けるトベの未来に、 希望と期待を寄せて。